皆様こんにちは、ゆめのです。本日も短いおしゃべりをしていこうと思うんですけれども、依存するなら平等なものという感じになるかなと思うんですけれども、依存するというよりも人間の中で平等なものっていうのが一つしか今のところ私の中ではなくって、だからそれのことを考えるっていうだけなんですけれども、それをしてると平等じゃないものに依存しなくなるんですよ。で、ちなみにその平等なものって何かっていうお話からするんですけど、時間なんですよね。時間って平等なんですよ。そんなことないっていう方いると思うので、何かに依存しがちな人が使う言い回しを時間で言い換えるんですけど、時間がなきゃ生きていけない、時間がない生活なんて考えられない、もう時間に支配されてるんです。当たり前じゃないですか。めちゃくちゃ当たり前のことなんですよ。でもこの時間の部分が違うものだとイメージ悪いんですよね。依存って薬がなきゃ生きていけない、薬なしの人生なんて考えられない、薬に支配されてる、ギャンブルなしじゃ生きていけない、ギャンブルのない人生なんてギャンブルに支配されてる、いきなり変わるんですよね。時間って平等なんですよ。今までの人生の中で出会ったことないんですよ。いや聞いてくださいよ、実はここだけの話なんですけど、私の1日って48時間あるんですよ、すごくないですかっていう方に出会ったことないんですよ。本当に24時間じゃなくって48時間っていう人に出会ったこともないし、本とかあるんですよ、私の1日を48時間にするみたいな本っていっぱいあるじゃないですか。でもあれって結局時間の使い方を変えてるとかうまく使うっていうだけで、24時間が48時間になってるわけじゃないんですよ。時間の使い方が上手っていうだけじゃないですか。うまく時間を使う方法を考えました、すごいですよね、大ベストセラーとか、それだけで結局は24時間なんですよ。それを一生懸命考えて考えてうまく使ってる、ただそれだけなんですよ。効率がいいっていう、ただそれだけで結局平等なんですよ。じゃあ実際にどう依存するかなんですけれども、めちゃくちゃ簡単なんですよ。もう心を預けちゃうんですよ、時間に。私の場合結構1時間ぼーっとするなんてことよくあるんですよ。もう1時間で済めばいいかなっていうくらいぼーっとするんですよ。でも時間に心を預けちゃってる、依存しちゃってるって考えたら、なんかね楽になるんですよ。だって悪いことしてるわけじゃないし、平等に与えられてる時間を、私は時間に心を預けちゃってる、ただそれだけなんですよ。他の人がどうとかそんなことを考えたら平等じゃないんだから比較ができないはずなんですよ。でも出てきちゃうんですよね。出てきちゃううちはまだ時間に依存できてないんですよ。依存って調べていただくと出てくるんですけど、心を奪われるって書いてあると思うんですよ。だから心を預けちゃうんです。もう時間に心を奪われちゃうんですよ。これってちょっと瞑想に近いんですけど、瞑想って考えるとなかなか難しいんですよ。ただ単にもう瞑想じゃないので目も開けてていいですし、別に何て言うんでしょう、座禅とか組まなくっていいんですよ。私とかそんなこと全くしてなくって、三角座りしてる時もありますし、お布団に入ってる時もあるんですけど、とにかく心を預けちゃうんですよ。心を奪ってもらうんですよ、時間に。もう無の時間とはまさにこのことですよ。なんですけど瞑想とかって考え始めちゃうと難しいんですよね、すごく。結局瞑想なのかって言われたらそんなちゃんとしてないんですけど、時間という平等なものにもう依存しちゃえばいいんですよ。あえて依存っていう言い方をしてるんですけど、平等じゃないものばっかりなんですよ、この世の中って。本当に見た目とかね、特に平等じゃないじゃないですか。人間の見た目、可愛い可愛くない、綺麗綺麗じゃないとか、犬だってそうですよ。犬の人生は人間の5倍の速さでとは言いますけど、犬だってね、見た目が可愛いとか可愛くないとか、そんなのね、可愛く生まれたかったって思ってるかもしれないじゃないですか。でも犬にとっても人間とは違うだけで時間は平等なんですよ。病気だってね、病気になるかならないかって分かんないわけですよ。生まれてくるまで分かんない。
で生まれた後もわからない、途中で病気になるかもしれない、でも病気にならないかもしれない。平等なことってやっぱり時間以外今のところないので、もう5分だけぼーっとするっていう、心を預けちゃう、心を奪ってもらう、奪っていただくくらいにね、考えていいくらい時間って平等だなって思うんですよ。本当に難しく考えると私自身が理解できないんですよ。瞑想とか何だったかな、いろいろ言い方があるじゃないですか。そういうのって結局そっちのこと考えちゃうんですよ、私、気になっちゃって。瞑想してる場合じゃない、瞑想の意味調べなきゃとかに行っちゃうんですけど、時間に心預けとこうって考えるんですよ。時間に依存しちゃおうって、もう時間さんお願いします、5分だけちょっとぼーっとさせてくださいっていう、いいでしょ別にって。だって他の人の5分も私の5分も平等なんだから、私はこの5分ぼーっとしますって、それでいいんですよ。だからね、なんか依存っていう言い方をするとちょっと激しくなっちゃうんですけど、平等なものに依存するって考えたらすごくね楽になるんですよ。あ、そうだよねって、私がこの5分ぼーっとしてる5分とあの人が何かをしてる5分って結局同じ5分なんだって、そう考えれば他に理由ってないと思うんですよね。でもあの人は私がぼーっとしてた5分で仕事が進んで評価されてとかってなってくる方いると思うんですけど、でもそれその人の人生なんですよ。5分だけぼーっとしてるのが悪いとかじゃないんですよ。むしろ5分くらいねぼーっとしてリフレッシュできたらその方がいいじゃないですか。すっきりするじゃないですか。5分が難しかったらね、1日に1分だけ徹底して時間に心を奪われる、時間に身を預けるみたいな、1分だけ、それをねぜひやってみていただければと思います。すごく気持ちが楽になるので。そんな感じで結局いつもくらいの時間になってきてしまったので、今日はこの辺りで終わりにしようかと思います。いつも最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。